間脱毛してると立つってことやって、めちゃくちゃ立つよ。毎回下唇噛みしめと普通にバリ悔しいけん。悔しくない？だってもうなんか向こうは余裕しゃくしゃくないよ。ふう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 みたいな。そのなんか向こうが全然気にしてないと、それがまた悔しいけど、あと3回ぐらい行ったらそれもまた興奮できそうややけん、あと3回ぐらい行こうかな。だから向こうがやっぱ仕事上あるあるやけん慣れとうのよ。慣れとうけん向こうが意味返してないと、人がメキメキ勃起しとうのによ、人がメキメキ勃起しとうのによ意味返してないとよ、悔しいよ。ちょっとは動揺してほしいやけん。でもあと3回ぐらい行くとそれが嬉しくなりそう。 ありがとうございます、意味返さないでくれてありがとうございますって舐めて収めてくれるの。そういうことばっか言っとうけど男は嫌われるっちゃうね。わかります。でかかったらどうしてくれ。どうなんやろうね。チンコ喋らせたりしたら腹話術とかしようかな。ごめんね、めちゃくちゃ立っちゃったよ。ごめんよ、ピクピクピクってさせながら、ごめんね、おチンチンめちゃくちゃ大きくなってるけど気にしないで、ごめんね。腹話術しよう。痴漢の発想。ああ、やっぱり女尊男卑があるべき姿かもしれんな。女こういうこと言わんもん、普通に言わん言わん。男だけなんよこういうこと言うの。マジで終わりだよな、おしゃべりクソディルド。まさにな。そうやけん、まあ今の世の中の方が正しいかもしれんよな。普通にもう男はなんか淘汰されて当たり前なのかもしれん。なんかもうこんなキモい生き物は差別された方がいいのかもしれん。しょうがないよな。